新田神社にあるヤモリは浜屋の元祖と言われています。その浜屋誕生の始まりは遡ること江戸時代。エレキテルの発明で有名な平賀源内さんと新田神社の宮司さんとのお話から始まります。神社内には不思議な篠竹があります。これは源氏の白旗を立てた者が根付いた旗だけと言われ、昔から境内にしか生えないのです。 おお、源氏の白旗ですか。雷が鳴ると、竹がピチピチと音を立てて割れたという言い伝えがあります。なんと、それは不思議な話ですね。どうでしょう。この不思議な死の竹で、厄除け海運邪気退散の浜屋を作り、新田神社のご神徳を広めるようにしては。それは名案ですね。 しかし、なぜ浜屋なのですか先日、茶屋の店先で、吉岡の矢として矢が売られているのを見かけました。吉岡の矢は、新田吉岡公のたたりで、弟の新田吉峰の命を救った新田家家宝、水波評判と言われていますよね。実は、この水波評判には、こんな物語があるのです。 時は鎌倉時代の終わり、源の頼朝が開いた幕府の力が弱まり、日本中の武士たちが北と南に分かれ、天下を取ろうと争いを繰り返していました。そんな時代、相模と武蔵の国境を流れる六号川で、私森の仕事をするトンベイという男がいました。このトンベイは、新田義雄公の殺害に加担し、たくさんの褒美を得て裕福な暮らしをしていました。 そして、この場所は、吉岡公が命を落とした場所、矢口の私でもあります。そこには、お船という気立てのいい娘が一緒に住んでいました。ある日の夕方、今日より足利しらの追っ手から逃げるため、吉岡公の弟、新田吉峰と、恋人、宇て名は、川を渡るため船を出してもらおうと、 トンベイの家を訪れました。川を渡る船を出してくれませんかもう夜になりますので船は出せません。急いで故郷に帰る途中、連れの持病がひどくなり困っています。まあ、それはお気の毒に。それでは一晩止めていただけないでしょうかどうぞ止まって体を休めてください。 なんと美しく凛々しいお方でしょうありがたい <laughs> こちらの方は妹さんですかえええー、あそうなんですそれより止めていただき本当に助かりましたいえいえ妹さんの体の具合が戻るまでしばらくいていただいても構いませんよ そう言ってもらえるなんてありがたい。な,なんでしょう。だんだん胸が苦しく。どうしたのですか吉峰様、お船さんまさか、これは新田家のたたりでは。どうかお静まりください。吉峰様、大丈夫ですかああ、大丈夫だ。 どうしたことでしょうお船さんも、ご無事でよかった。あれは、我らが足利様の敵、新田の旗。新田吉峰、新田義岡の弟か。ここで奴を撃たない手はないな。今度は、俺一人で手柄は一人占めだ。実は、お船の父、トンベイと六蔵たちは、 吉峰ねの兄、日田義よを、褒美星さんに川に溺れさせ、殺害していたのでした。六臓何をしているのですどけあの日田義峰ねを捕らえ、褒美を一人占めしてやるのだ。前は親方が褒美を全部持って行ってしまった。今度は一人でやってやる。なんとか二人を逃がさなくては。 む、無理には止めませんが、相手は武士ですよ。あなたの身が心配です。私、あなたと結婚したいと思っているのに、父を差し置いて手柄を独り占めするのですかああ、お前の気持ちは分かった。親方を呼んでくるから、二人が逃げないよう見張っていてくれ。 緑蔵がトンベイを呼びに去った間、お船は、吉シミとウテナにすべてを話し、密かに二人を船で逃がしました。お船、二人はどこへ行ったお前逃がしたな欲に凝り固まり、身勝手ばかりの強欲非道亡くなられた吉シキ様の天罰なのか。私は、 吉し様を好きになってしまいました。すべてを話し、月が出ないうちに船に乗せました。なに裏切ったな。待ってくださいどけ、邪魔をするな待ていけない。あれは仲間を呼ぶのろしい。 ヨシメネ様を助けなくてはこの太鼓を打てば仲間は来なくなるお船やめろお船のやつめどこまでも邪魔を 天から降ってきた二筋の矢は、とんべいの首を射抜き、とんべいは死んでしまいました。こうして、吉峰とウテナは、無事、逃げ延びることができたのでした。これは代々新田家に伝わる宮。兄上の恨みを晴らし、私を守ってくれたのだ。ありがたい。代々にわたって。 この矢を大切にしなくては。二人の命を救ったのは、二本の矢。これが、新田家家宝、水波氷派です。黒足の羽でできた矢を水波。山鳥の羽でできた矢を氷派と言い,い、昔、源頼朝が夢の中で、その国の楊う勇気の娘、昇華女から、大浄堂、 という弓と一緒に与えられたありがたいものです。これが新田神社のヤモリであり、浜屋の元祖と言われています。このお話は平賀源内さんが江戸時代の人形劇、人形浄瑠璃の物語として書き上げています。後に歌舞伎でも演じられ、代表的な演目となり、現在でも全国各地で上演されています。